ラブライフは2020年から配信されているアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。20代のニューヨーカー、ダービー・カーターの恋愛を描くアンソロジーシリーズ。制作葬式はポール・フェイグ、出演はアナ・ケンドリック、ゾーイ・チャオ、ピーター・バックなど。HBO Max 初のオリジナル作品でアメリカでは2020年5月27日にローンチタイトルとして配信が開始された。 日本では2020年10月15日からスーパー、ドラマ TV で放送された。本作はシーズン2の制作が決定している。2012年、ダービーカーアッターはニューヨーク大学を卒業したばかり。親友のサラヤン、サラの彼氏のジム、友人のマロリー・ムーアラに囲まれ、ニューヨークで恋に仕事に奮闘する。ラブ・ライフのキャスト、上段左からアナ・ケンドリック、 ピーターバック。2019年5月23日、ワーナーメディアが HBO Max 向けに本作の制作を発表した。撮影は2019年8月までにニューヨークのクイーンズで開始され、2020年3月12日に終了した。新型コロナウイルスの流行のため、最後の撮影の翌日に制作が休止されることになった。 さらに数日間の追加撮影が計画されていたが、それらの追加撮影なしで、シーズン1は完成を迎えた。2020年6月11日、HBO Max はシーズン2の制作を発表した。本作のシーズン1は、批評集積サイトのロッテントマトズに45件のレビューがあり、批評化支持率は62%。 平均点は10点満点で5.7点となっている。また、メトクリティックには19件のレビューがあり、荷重平均値は54、100となっている。ありがとうございます。